私たちは江別見原橋の人の一回高田と申します。今年で私たちは結成36周年目を迎えます。あっという間の36年でしたが、それを記念して、今年の12月8日の日曜日ですけども、イベントが全て終わって雪が降るかなっていう頃に、森林会館で36周年記念公演を行いたいと思っております。今日は全部で5曲用意してきております。1曲目宴という曲でした。2曲目はちびっ子による小さい子によるどんぐり、3曲目は大人の時間という曲でいきたいと思います。はい、いつも雨が降るか降らないかこんな感じなんですが、どうか降らなくてよかったと思っております。ではどんぐり太鼓聴いてください。
けど元気ですね。はい、さっき打った曲は大人の時間という曲で、まだね、去年のイベントシーズンの後に入会した大人の人も今日一緒に混ざって打ったんですけど、分からなかったですよね。みんな上手で、あっという間に曲を覚えてくれてね、この鳴子祭りに間に合って本当に良かったと思います。はい、次に打つのがですね、はやぶさという曲になります。はやぶさって新幹線のね、はやぶさで、途中でちょっと遅くなるとこあるんだけど、そこは海底トンネルのとこ、若干ですけど減速するんです。で、私何回か乗ったんですけど、いつ減速したか分かりませんでした。はい、でも今日は分かりやすく打っておりますので、はやぶさという曲を楽しんでください。
というわけで、はやぶさ聞いていただきました、新幹線の感じちょっとでも味わっていただけたかなと思います。で、次で豊か太鼓最後の曲になるんですけれども、ふれあいの町江別にちなんだふれあいという曲を今日来ているほぼ全員で打ちたいと思います。あとですね、豊か太鼓今年の12月の8日であってます、8日ですね、8日に36周年の記念公演、江別市民会館の大ホールで行います。今日チラシも持ってきていますので、声かけていただいた方といただかない方にもチラシたくさんお配りして帰ろうかなと思っておりますので、お時間ある方ぜひいらしていただきたいと思います。準備ですか？はい、はい、では最後の曲いきます。SIS だと大きな掛け声するので、皆さんよければ一緒に手拍子してください。それでは本日ありがとうございました。太鼓を打ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。豊か太鼓36周年、ぜひともよろしくお願いいたします。これもみんな
エベジの皆さんに支えられてきたおかげだと思っております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。豊か太鼓の皆さん、ありがとうございました。観客の皆様、盛り上げていただきます。